2012年中島博之、311、499、155、13本、74打点 OPS、833年俸 2.8 億。アスレチックスと2年650万ドル契約でメジャーへ。2013-3A、283-346、984本、34打点 OPS、698RC85-2014-3A、128-3950-0本、4打点 OPS、402RC6-2014-2A、267-255-685本、30打点 OPS、699RC103激しい争奪戦でオリックスへ西武4年12億、阪神4年12億、オリ3年12億、延長オプションありで実質4年16億、有原とどっちの方が上なんやろ。中島博之30。302、4562、3802本、738打点、141等OPS、843、メジャー行くで、帰国。足力とかいう信じがたい値。オリックス中島のファンもアンチも黙る成績好き。冷静に見るとメジャー行けるレベルじゃないな、実際買い叩かれとるが。メジャーは、何試合かだけ出るんやったら、全く出ん方がええかなと。いずれ出んのやったらまあ、日本で出た方がいいなとも思うし。今は何とも言えない状況ですね。中途半端に出てね、ヒット1本ぐらい打って日米通算って言われても嫌やし、だからそんなんやったら全く出んでも。メジャーに上がれない状況を受け入れたのか、なんかしら意味があってのことやろなと思って、あとはもう自分ではどうしようもできひんことがあるからね。もう野球の練習や思ってやっとこうと。上がりたいのは上がりたいんですけどね。どこでやってもええわ、と思って。どうせなら 1A もやらしてくれと思って。成績にこだわることもできる、ライト前ばっかり狙えばね。右方向ばっかり狙えば、バーッと打率が上がってても、その時は何も昇格がない。打率がいい時に上げてくれたらいいのに、落ちてきてから打率がとか言うから、何やねんと思って。今度は長打が欲しいとか言ってきたりするから、そんなんだったら、早く言ってよみたいな。なら狙うわみたいな感じで。WBC 日本代表2番ショート中島やぞ。GG 賞取ってたけど、その頃から守備が上手いわけじゃなかったよな。行動や発言は西武を出て以降ひどい。その前からひどいやろ。あんなに喧嘩してたオリックスに行ったのも謎だし。ビリービーンはクール&セクシー。なんか巨人を行って許されたよな。 3A で通用しなかっただけでメジャーで通用しないかはわからんやろ。日本に帰ってよくこんないい契約もらえたな。というか西武も秋山の時よりずっといい契約提示しとるやん。